イビー、出かけてるの？今シカゴよ。明日帰ったら全て話すわ。ジビー、愛してる。そう、いっぺんに聞かないでくれ。一人ずつにしよう。ホワイト刑事の荷物から凶器のナイフが見つかったそうですね。ああ、そうだ。コカインもあったそうですが、それもホワイト刑事が。それは今調査中だ。麻薬の常習歴はない。アンジリさんとの関係は？それはわからない。こっちが教えてもらいたいくらいだ。ホワイト刑事が犯人なんですか？シカゴ市警はこの事件に関してまだ何の見解も出してない。捜査はこれからだ。もういいだろ。じゃあな。ああ、でもホワイト刑事の。誰だ？ゼイビー・ハロルド刑事だ。待ってたぜ。俺はテッド・ロス戦だ。捜査は俺たちだけで？週に30件も事件があるとこだ。余分な人ではない。いや、どんな厄介な事件でもな。ところで、こいつに見覚えがあるだろ、あんた。発見された時持ってた拳銃だ。残り弾は4発。指紋はキャサリンのだけ。
被害者の体から出てきた弾だ。弾痕は一致したか。二人一致したよ。あんたには悪いが、この事件は証拠が揃いすぎてるな。血のついたナイフ、コカイン、そして指紋のついた拳銃。他には？全くマスコミが喜びそうな事件だぜ。美貌の女刑事、女子高生、そしてコカイン。でも、ちょっと話ができすぎてる。だからおかしい。なぜそう思う？ただの勘だよ、勘。ところであんた、何しに来た？仲間の罪を暴き、世間に知らせるためか？いや、キャサリンを殺した犯人をこの手で挙げたいだけだ。あ、そう。